ひらめきに理由は必要ないんだぞ。オイラが人参とお肉のハニーソテーが食べたいのと同じだ。あ、そういえば今日はまだ何も食べてない。実験を終えてすぐここに来たし、雪に埋もれた冒険者を見かけて助けるのにかなり労力を使ったから。違うよ。恥ずかしがるな、素直になれ。じゃあオイラが言うぞ。お腹すいた、ご飯が食べたいぞ。お腹すいた、ご飯。やっぱり恥ずかしい。そんなことないぞ。お腹が減ってる時に食べるのが一番うまいんだ。え、そうなの？そうだぞ。元気出して食べ物を探しに行こう。この雪だらけの場所で人参と